NPO 法人札幌カラス研究会中村です。このぶとくん、音聞こえますかね？なんかパチ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 。これね、実は春先にほら大人気の藤の花あるじゃないですか。藤棚になってるあれの実なんですね。すっごい硬いんです。房がね、同じ豆科でもね、すっごい硬くって、でもこれぶとくん大好きで、もちろんお子ちゃまはおもちゃにしたりとかねするんだけども、この房の中にやっぱり種っていうか、まあ要はエンド豆と一緒なんでね、枝豆と一緒なので、中にこう種が入っていて、それを食べたいんですけど、なかなかですね、こう簡単に出せないんですね。なのでぶとくん、やっぱり力のあるぶとくんは一生懸命こうやって、今ちょっとね出してますね。これちょっと草の一部ね、こんな感じでぶとくんがですね、藤の実を、まあこれ藤にとっては助かってんですよ。こうやって種ね、全部食べられるわけじゃないので、ぶとくんが取り出して食べてくれて、まあ丸飲みするんでね、まあ、それが糞とかペリットで吐き出されて藤は発芽できるっていうね仕組みになってます。ただなんでこんなに硬いんだろうって不思議はありますよね。なんか食べて欲しかったらもうちょっと柔らかくした方がいいんじゃないのと思うんですけど、それは多分なんか生き残り戦略なのかよくわかんないですけど、とにかくぶとくんが一生懸命藤の実、今いっぱいついてますからね、食べてます。それでは